いかがなさいます、綱手様。2年前、ジライエは、次に暁がナルトを狙うのは、3、4年後だろうと情報を掴んでいた。あれから2年が経ち、そろそろ暁の奴らも、動きが活発になる頃だ。その役目を。最近のお前の成長ぶりには、目を見張るものがあると思ってな。各自己の能力を存分に発揮し、任務を遂行せよ。2年半ぶりぐらいだってばよ。そうだの。はしゃぎおって。懐かしい。全然変わってねえってばよ。みんな、渦巻きナルトが帰ってきたぞ。本当に？本当だ。ナルト？ナルトなの？いつ帰ってきたのよ、ナルト。たった今だってばよ。久しぶり、さくらちゃん。あんた、私より背高くなったんじゃない？どう？私、少しは女で。大丈夫、全然。お前は女ご…ナルトの兄ちゃん。どうだこれ、かなりのボッキュッボッだろ。このハマル、俺ってばも。そうだよね、あんたのことだから。そんな術で見よ、新開発した。そうそう、新エロ忍術とか。このバカ。中身は全く成長しとらんのか、おのれは。何年かぶりに会って、たった2分ちょいで突っ込み入れさせんな、こら。あの切れ具合とあの帰り、やっぱさくらちゃん変わってない。つうか、前より凶暴になった気が。ちょっとは進歩してほしいってばよ。カカシ先生にだって弱点はあるはずよ。よく。みんなで敵を攻撃してみよう。ロスタンガン。
諦めねえど根性だ。諦めねえど根性だ。リングを装備して、リングを装備して、仲間のレベルを上げて一緒に戦おう。早く見に行こう。いやー悪い。はい、変わってない。やっぱもう同じでは通用しない。新しい仲間だ。早く見に行こう。仲間だ。早く見に行こう。仲間のレベルを上げて、仲間の出仲を上げて、一緒に戦おう。なんか懐かしいって言ってばここ。ああ、そういや、ここはお前たちの最初の演習場所だったっけな。第7班スリーマンセルか。あの時はサスケもいたっけな。サスケの名前はこいつらにはキンクだ。ま、どれだけ成長したのか見てやる。ルールは初めてお前たちと会った時と同じ。どんな手を使ってもいいから俺から鈴を取ればいい。期限は明日の日の出までだ。さて始めますか。絶対火影になってやる。見てろよ。どこでもないなら。なんつうバカ力だ。五代目さくらに教えて。お前ってバカするの。もうやめよう。殺される。諦めねえど根性だ。諦めねえど根性だ。リングを装備して、リングを装備して、仲間を助けて、リングを装備して、仲間を助けて、リングを装備して、早く見に行こう。早く見に行こう。リングを装備して、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 
諦めねえど根性だ。お前たち二人とかかし、あのさ、これからお前たち二人はこの今はもう先生でも生徒でいいな。おい、分かってるってばよ。一緒に戦おう。そちら、もうすぐ中忍試験がある。俺五代目の風影になったよ。そうか、が風影になったのか。つえ、俺も負けてらんねってばよ。絶対ほか